ったひょうはまるで植え草のように住宅街の道を流れていきました。ひょうが雨水に乗って運ばれてるってことですか？そして低い場所に集まって梅雨の住宅街を真冬のような光景に変えてしまったんです。ここに集中的に降ったわけじゃなくて、いろんなところから運ばれてきたんですか？取材したところ、都内の西4区で住宅など合わせて100棟余りで床上や床下の浸水の被害が出ました。おはようございます。週刊ニュース深読みです。今日は気象予報士の南さんと共にお伝えしていきます。はい、こちらがですね、その三鷹市で降った氷を持ち帰ってきました。冷凍庫で保存していたんですが、少し溶けましたけど、まだあんまり綺麗なものじゃないんですね。そうなんですね、あの雨水が流れてましたから。そうですね、大きいですよね。直径がね、5ミリ以上のものを氷っていうんですよね。え、5ミリに満たないもの、まあ、あられっていうんですけども、まだ現在の段階でもまだ2センチから3センチぐらいの直径がありますので、まだこの段階でも大きな氷っていうふうに言えるでしょうね。これがどうして突然この暑い背中に降ってきたかというところなんですが、そうですね、まだ広い範囲で降る恐れはあったんですね。でこの時の上空5700メートルの寒気を見ておりますと、マイナス10度以下の寒気が北の方からどんどんこう西の方から東の方向に下がってきてまして、西の方から東の方にかけて起きやすい状態だったと思うんです。起きやすい状態でしょうですね。ただね、やっぱり積乱雲の状態がやっぱりその場所でかなり発達をしたということが一つポイントだと思うんですよ。でその時のメカニズムを見てみますと、氷が降る時のメカニズムですが、こういう積乱雲の中に氷の小さな粒ができて、これは上昇気流によってこういう積乱雲が起きるんですが、強い上昇気流で上がったり下がったりしているうちに、水滴などがついてだんだんとこう氷の粒が大きくなっていくんですね。で氷の粒が大きくなって上空1万メートルぐらいの氷にマイナス40度ですから、相当しっかりした氷ができる。でそしてこれがあまりにも大きくなりすぎると、上昇気流で下がりきれなくなって、これがどんどんして落ちてくる。でこの時期の気温っていうのが、やはり真夏は、30度から35度ぐらいまで気温上がりますけれども、この時期の気温ってやはり30度までいかないので、そうすると氷の粒のままでやっぱり落ちてきやすくなる。その条件がちょうど東京都内で今あったっていうことなんでしょうね。しかもその東京都内でも限定された地域で降ったのは、それはね、積乱雲の幅自体がやっぱりこう数キロメートルから10キロメートルぐらい